はじめましての方もご常連の皆様、 IT ジャーナリストの宮脇敦史です。よろしくお願いします。タレントのフワちゃんをめぐる騒動、次々と余波が広がり、各種流れ玉が当たりまくっているようです。9月7日にフジテレビが放送予定でおります有吉弘行さんの有吉の夏休みという毎年夏の恒例番組があるんですが、こちらの方にもフワちゃんが出るということで、もう見ない、フワちゃんが出るなら見ないというネット民の厳しい批判の声が寄せられているようです。そしてこのフワちゃんをめぐる騒動というものを少し引いた視点で見たときに、やっぱりテレビって終わってるよねということが確認されてしまいました。まずその一つが報道しない自由です。この騒動は8月4日にお笑い芸人やす子さんが8月2日に投稿していたものに対してフワちゃんが引用リツイートをした、その内容が不適切にも程があったわけです。だからその翌朝の8月5日の月曜日にはネットは大炎上しておりました。ところが翌8月6日になっても地上波テレビのニュースやワイドショーで本件取り上げません。たかだかタレントのネットでのしくじりを勝ち組の集まりであるテレビをいちいち報道しないなんて反論があるでしょうか。ただ一方で今の地上波テレビ、とりわけワイドショーが取り上げているのがネット上での SNS での誹謗中傷です。オリンピック選手に対する SNS 上での誹謗中傷を指すんですが、誹謗中傷そのものが問題であるならば、お笑いタレントフワちゃんさんの不適切にも程がある、そのネットの投稿というのは、いやこれ誹謗中傷も過ぎるよねっていう話、こちら取り上げないわけです。話の辻褄が合いませんよねってことなんです。まずこれは確認する意味で騒動を振り返っておきます。8月2日にお笑い芸人のやす子さんがこうツイートしました。やす子オリンピック、生きてるだけで偉いのでみんな優勝でーすと。オリンピックとありますので、パリ五輪、パリオリンピックを指すと見られまして、メダルが期待されていたけれど、まあちょっと残念だった、こうした選手たちのことが念頭にあると思われます。その上でやす子さんのみんな優勝というツイートを引用して、タレントのフワちゃんさんがこんなツイートをしていたんです。お前は偉くないのでピーんでください、予選敗退です、だって。このツイートだけでも炎上レベルなんですが、この夜になりましてやす子さんはとても悲しいですとツイートします。これによって炎上はヒートアップしました。ただですよ、これ両者ともにお笑い芸人さんとお笑いタレントさんなんです。いやいやいや、笑えなかったですが、ごめんなさい、ネタでしたというフォローだってやぶさかではなかったはずなんです。ところがやす子さんのとっても悲しいですというツイートからおおよそ30分後、タレントのフワちゃんさんはこんなツイートをしていたんです。本当にすみません、今ここで皆さんに報告することではないのですが、言っちゃいけないこと言って傷つけてしまいました、ご本人に直接謝ります。これあえて言うならば、さっきの本気だったんですかという答え合わせになっちゃいました。そしてこうしたキャラクターはまあそれぞれのものなので、どうぞご自由にというのが基本的に私の立場なんですが、こんなタレントさんがテレビで大活躍しているという現実が残されたわけです。ネットという公の空間でツイッター上にて、これ言葉を変えますと直接謝罪っていうのは、会いに行くよということをツイートされたら、まさにやだおっかないって話になっちゃいます。そしてネットが大炎上をしていました8月5日から接続する8月6日の早朝3時からラジオの日本放送で予定されておりましたフワちゃんのオールナイトニッポン、これゼロってお読みするんでしょうか、この番組の休止が発表されます。実はというか、芸能ゴシップ的なネットの話題としてフワちゃんさんの素行の悪さというのはたびたび話題になっておりました。というよりも、フワちゃんさんというタレントさんのキャラクターは本当にどうぞご自由になんですが、これが結果的にテレビの嫌われる努力になっていたわけです。そして今テレビ界隈で嫌われる努力と言いますと、日本テレビ系列の真夏の風物詩的なポジションの24時間テレビ愛は地球を救っちゃうのかなと、こちらの方にうっかり接続しそうなんです。まずその前にネットでこれまで数々記録されてきましたフワちゃんさんの素行について、スマートフラッシュは
こんな見出しを記事として配信しておりました。30になっても幼稚すぎるフワちゃんさん、ヤスコさんへのピーしてください。発言炎上で蒸し返される機内での迷惑行為、遅刻癖。YouTube 番組でお笑い芸人のネルソンズの青山ホール勝ちさんという方が、飛行機の中でフワちゃんさんを見つけた時のエピソードを暴露しておりました。フワちゃんさんは離陸前からシートを倒して、そしてシートベルトしていないので CA さんがシートを持ち上げてシートベルトするようにお願いしたんですが、フワちゃんさん寝たままだった。そこで CA さんが2人とか、まあ一説によると3人やってきまして、シートを起こしてシートベルトをまあかけさせて、まあかけちゃって。これが着陸時にも同じようなことが起こったというんです。スマートフラッシュが見出しに取った遅刻癖については、これたびたびネットの話題になっておりました。フワちゃんが出るから見ないと流れ玉が当たっていたフジテレビの有吉弘行さんの有吉の夏休み。この番組で共演していたタレントのみちょぱさんにいい加減にしろと叱られていたということ。ちょうど今から1年ぐらい前、ネットで話題になっていました。その他のエピソードとしても、サソリ座の女で一世風靡しました美川憲一さんのサイン色紙を見かけたフワちゃんさん。美川憲一だ、美川憲一だと呼び捨てして、お笑いコンビサンドイッチマンの伊達みきおさんにたしなめられている光景がテレビ朝日のバラエティ番組で垂れ流されておりました。これもフワちゃん態度悪すぎるとネットの話題になっておりました。こうしたいわば悪行三昧というのはテレビ番組の中のことなので演出も込みだとはいえ情報構造がフローからストックに変わっているわけです。オンエアが終わって終わりではなくネットの話題になることによって、あ、フワちゃんさんってそういうキャラクターですかという、そういう印象をネットの側は受け止めていて、それがそのままテレビの印象に投影されてしまうわけです。昭和時代から破天荒な芸人さんや、ある意味だらしないタレントさんというのはいました。ただこれも、ある意味普通じゃないから、テレビの中で、そして芸能界で商品価値があるという言い方もできるわけです。ただこれらが見逃されたのは情報構造がフローだったんで、日々の生活に忙しい視聴者の記憶にある限りの話でした。だから遅刻癖の多いタレントさんだとしても、またかぐらいで済まされていたわけです。フジテレビのお昼の伝説のバラエティ番組、笑っていいとものレギュラーだった時代の明石家さんまさん、彼の遅刻癖はネタになっていました。明石家さんまさんの学生時代のエピソードも織り交ぜながら、遅刻するごとに、いや、地底人が現れまして、だとか、向かい風が強くて、なかなかスタジオに来れませんでした、とかっていう、いわば、ホラを吹いて、お客さんを笑わせていたわけです。これが成立したのは、髪切ったでおなじみのタモさんことタモリさんが、ちゃんと来いと、遅刻を叱るという設定があったからこそ笑えたわけです。さらに、明石家さんまさんの方としても、遅刻してごめんなさいという、そのお詫びの気持ちはある上での地底人が現れたというホラーを吹く。だから成立していた笑いなわけです。打足ながら付け加えておきますと、当時の大人の中には、明石家さんまさんの遅刻癖を本気で叱る人いました。対してフワちゃんさんはどうかと言いますと、タレントのみちょぱさんにいい加減にしてと叱られましたフジテレビの有吉の夏休み。そのワンシーンでやっぱり遅刻してきたようなんですが、開き直って司会進行を務める有吉弘行さんにピッチャーに入った水をかけるという、そんなワンシーンがフジテレビで昨年展開されていたようです。スマートフラッシュが見出しに撮っていたようにフワちゃんさんは30歳。今では70代の人生のパイセンであっても女子会を開く時代に野暮なこと多いでないよと叱られるかもしれませんが、しかし昭和時代の終わり頃の明石家さんまさんがもうすぐ30しっとるけのけと妖怪しっとるけを演じていた。それはもうすぐ30なのにこんなことをふふふふふふとやっている自分を笑ってのことでした。30にもなれば大人になれよという社会的なコンセンサスがあったからこその笑いだったわけです。対してフワちゃんさんは
30歳になりまして、ネット上での誹謗中傷というか、公開された、まあ、あえて言いますが、いじめのようなことをやらかしていたわけです。そんなタレントさんをテレビは使い、そしてそんなタレントさんの振る舞いについてワイドショーは取り上げません。まさに嫌われる努力です。今回確認のためにフワちゃんさんのプロフィールを改めてウィキペディア先生に尋ねてみますと、彼女の YouTube デビューとやらは静岡朝日テレビのネット企画が始まりだったようです。彼女は YouTuber として紹介されますが、その始まりの起点はテレビの企画だったようなんです。その後テレビ朝日のディレクターとタッグを組んだ YouTube チャンネルを立ち上げまして、その番組コンセプトは、テレビ業界人にこんな芸人がいます、タレントがいますとアピールするものだったというんです。これが西暦でいう2018年平成終わりの頃で、その直後からテレビに出まくるようになりました。何のことはない YouTuber というのはきっかけというか設定のようで、今時ならば SNS フォロワー数何百万人とかっていうインフルエンサー、その売り出し方の走りだったんじゃないでしょうか。すべてとは言いませんが、これ近頃テレビや芸能事務所がタレントさんを売り出す時の一つの設定になっております。ネットで大人気。一方で、このネットで大人気という設定がテレビ離れを加速させているんです。ネットで見れるものをわざわざテレビで見ますかって話です。今回のフワちゃんさん炎上騒動で、いろんなタレントさんや、あるいは Google Pixel の Google さんだとか各所に流れ玉が当たっているんですが、その中で最も痛そうですかっていうのが、サッシーこと指原莉乃さんです。彼女が何かやったっていうわけでもないんですが、フワちゃんさんと大変仲良しの指原莉乃さん、動画などでコラボしておりまして、それらが発掘されて、あれこの時交通事故、まあ、フワちゃんさんがしていましたねとかっていうものも、望んでいない形でのと思われる大バズりをしております。そしてフワちゃんさんと指原莉乃さんというと、今からちょうど1年前に打ち切りが発表された日本テレビの01を思い出してしまいます。この01という番組は関東地方の土曜日の午前中からお昼過ぎまでだったんですが、この枠25年間久本雅美さんらが司会を務めたメレンゲの気持ちが放送されていました。これを打ち切って鳴り物入りで指原莉乃さん司会で始まったのが01だったんです。フワちゃんさんなどもロケに行きまして、アンミカさんも出てましたかね。ところがこの番組、東大きっての人気者を集めながら2年で打ち切りとなりました。シロがこう言ってます。はい。この日本テレビ01には、はいでおなじみのお笑い芸人やす子さんもご出演なされておりました。各所のお昼ご飯を追いかけるって企画でしたかね。また日本テレビというと、やす子さんがブレイクするきっかけの一つとなりましたのが、除夜の鐘も過ぎまして、新年1月1日の元旦と呼ぶにも早い未明の時間に放送されていたネタ見せ番組、面白そう。白がこう言ってます。24時間テレビ。今年の日本テレビ系列24時間テレビのチャリティーマラソンのランナーは、はいでおなじみのやす子さんです。指原莉乃さんがメインとは言いながらも、フワちゃんさんがレギュラーを務めていたのかなという01は打ち切りとなりまして、やす子さんは今年24時間テレビのチャリティーマラソンのランナーです。火曜に YouTuber ですかとか言うんですが、テレビというものを軸に据えた時に、今回の炎上騒動の重要な背景情報が浮かび上がってくるような気がするという話です。そして YouTuber 芸人さんやインフルエンサーということを売りにするテレビのセンスのなさが浮き彫りになりました。だってネットで本当に面白い芸人さんなら、テレビのようにわざわざその時間にテレビの前にいなければいけない、あるいは録画とかね、七面倒くせえことをしなければいけない、テレビの前から視聴者の皆さんが消えたやったーとうっかり気づいちゃうということだからです。同時にネットでの誹謗中傷に対して、このフワちゃんさんの案件を地上波テレビが即座に報じない、これによりましてテレビへの信頼度がまた消えた、やったー。
となっていることに、どうやらテレビの中の人だけ気づいていないような気がする今日この頃でございます。可能な限りのポジティブな言葉を持ち寄りまして、みんなで頑張っていきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございます。今回の番組を面白いなと思ったらいいねをクリックしていただけると嬉しいです。それでは番組最後の運試し、みやちゃんじゃんけんじゃんけんグー、私がグーなのでパーを出したあなた、パッとしてグー、おめでとうございます。私と同じグーを出したあなた、クルスコンタやるな何者だ、そしてチョキを出したあなた、長屋通りチョキはいい、平和を愛するピースさん、またの機会もお付き合いいただければ幸いです。ワンコのコーナーでお別れです。バイバイ。バイバーイ。